キックオフ宮崎。ここからはキックオフ宮崎の時間です。この番組は宮崎のサッカーを盛り上げる地域密着型のサッカー番組となっています。今日もスタジオには元テケバジャーロ宮崎の西岡大志さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずは何といってもこちらの話題からいきましょう、先週水曜日に行われました天皇杯の2回戦テケバジャーロ宮崎が J1 のジュビロ磐田と対戦、テケバが見事ジャイアントキリングを達成しました。ということでジャイアントキリングです。素晴らしいですね。いや本当にこの結果知ったときは興奮しましたね。レイナちゃんどうですか。いや本当に J1 相手に勝利したっていうのももちろんすごいですし、でもなんか中継がなかったんですよ、だからもう私はサポーターさんの X ずっと見てました。ねえ、私も会社にいたんですけど皆さんにテケバ勝ったよ、J1 に勝ったよって言いたくなりますよね。興奮してしまいました。でこの試合逆転したところですね、力安選手が倒されたところ、はい、西岡さんおーって言っていましたけれども、ここどんなところが良かったんですか。まずここで斜めに走って、まあ、斜めに走ってからそこでボール受けたんですけど、そのボールを後ろに下げるんじゃなくて自分で前を向いてゴールに向かう姿勢が本当に素晴らしかったなっていうふうに思います。そこで倒されたことで PK を獲得できたということだったんですね、はい、ちょっと待ってください。まずは勝ったことにあれを出した方がいいんじゃないですか。もうテゲはもう大したもんだ。素晴らしい。最高ですね。これは力がこもってましたよね。だいぶ取れましたね。生まれる天皇杯の3回戦相手はこちらも J1 のガンバ大阪となっています。しかもですね、宮崎県いちご宮崎新富サッカー場で行われるということなんです。この J1 との戦いというのを宮崎の皆さんに見てほしいですね、見てほしいですね。本当に歴史的な瞬間だと思いますし、 J1 相手に勝つ姿を子供たちに見てほしいなと思います、はい、さらにビアマテラス宮崎からもビッグニュースが入ってきました。来月開幕するパリオリンピックを前に女子サッカー日本代表なでしこジャパンがビアマテラス宮崎とトレーニングマッチを行うことが発表されました。かかずあすかキャプテンが意気込みを語りました。いや、びっくりが一番でしたけど、チャンスがもらえたっていうのは本当に嬉しく思いました、はい、有意義な時間を過ごせたらいいなと思ってますので、まあ、結果楽しみにしていただけたらいいなと思います、はい、このテストマッチは来月10日千葉県で行われます。西岡さん、またこれも実力を認められてということですよね。そうですね、本当にもうビアマテラスが本当にこれから宮崎のためにも本当に子どもたちに夢を与えられる存在でほしいなと思います。そうですよね。過去になでしこジャパンに選出された経験がある斉藤優真選手、ビアマもテゲバも手強い相手になると思うが、とにかく目の前の相手に一生懸命戦って献身的な姿や最後まで勝ちに行くというところをテゲバジャーロもビアマテラスも共に見せられたらと思うと意気込みを語ってくれました。7月10日は宮崎のサッカー界が盛り上がること間違いなしです。さあ、そして続いてはリーグ戦に参りましょう。6月16日日曜日にアウェーで行われましたバンラーレ八戸戦、勝ち点3を取ることはできたんでしょうか。テゲバジャーロ宮崎は6月に入って負けなし、勢いそのままにアウェーの青森に乗り込みました。相手はリーグ17位のバンラーレ八戸。最初にチャンスをつかんだのはテゲバジャーロ、開始早々のセットプレー、酒井のクロス、こぼれ球をあのがダイレクトシュート。これは惜しくもクロスバーの上でゴールならず。前半21分には右サイドから青山がロングボール、橋本がキープし、最後はここは相手キーパーが好セーブ。 J1
前半34分、早いパス回しで井上から橋本、あのとつなぎ、最後は橋本。しかしゴールは奪えず、前半はお互い7本のシュートを放つもゴールネットを揺らせず0対0で折り返します。エンドが変わった後半も一進一退の攻防。後半27分、テゲバジャーロはチャンスを作ります。右サイドからアヌがパスを受け、そのままシュート。しかしここもキーパー正面。後半40分には相手に頭で合わされますが、キーパー沖がしっかりとセーブ。さらに2分後、ドリブルで攻め込まれピンチを迎えますが、ここも青木が右手一本で防ぎゴールを死守。試合はこのまま0対0の引き分け。テゲバジャーロはアウェーで勝ち点1を獲得しました。勝利とはなりませんでしたが、0対0としっかりと失点も防ぎましたよね。あの片手でのね、しびれましたね。しびれますね。もうなんか勢いに乗ってるなってレナちゃん感じますよね。やっぱその天皇杯が終わった後の試合だから、うん、そのシュート数とかもすごかったですもんね。ではお待たせしました、元 J リーガー西岡さんの目線で今回の試合の注目ポイントを解説してもらうこちらのコーナー、題して西岡大使の大使さー問題お願いします。さあ今回は0対0と得点はなかったんですが、大した問題、はい、どんなポイントでしょうか。今回はこちら、高い守備意識からの攻撃が大した問題。ほう、この高い守備意識からの攻撃、はい、これが出ていた部分が後半にあったんですよね、はい、ボールを失ってからあの選手がボールを奪いました、ね、あの選手はあのサイドハーフの選手で、うん、最終ラインに今ボールを奪ってるんですけど、うんうん、これだけやっぱ守備意識が高いっていうのは素晴らしいなと思いましたね。でここが一番最後のディフェンスライン。そうですテゲバはあっちに攻めるというところですよね、はい、ここにあの選手が来ていてボールを奪いました。返す。でここでポイントなのが、奪ったボールを横パスじゃなくて前に入れたことが素晴らしかったなっていうふうに思います。普通だとこのハーフウェイ付近だと横に出したくなるものなんですか。そうですね、やっぱりボール奪ったボールをやっぱり大事にしたいっていう思いが、安全に回そう、安全にっていうことで横パスするんですけど、うんうん、そうじゃなくてゴールに向かったっていうのが素晴らしかったなっていうふうに思います。攻める姿勢、はい、じゃあ実際に見てみましょうか。ここで入って、まあ、出てますね、はい、出した後も止まらずにもう一回走ってますね。あ、前への推進力が出てますよね、はい、あのパスで、はい、でそこからでシュートまで行ったんですけど、うんうんうん、もう一個本当に素晴らしいシーンがあって、はい、ここですね。力也選手が斜めに走った動きで、うん、今見たら分かると思うんですけど、右手をこういう風に、はい、出してる、出してここ開くよっていう風にあの選手に伝えてるんですよ。あの選手にここが開くよって伝えてるんですね、はい、力也選手はここに走ることで誰がディフェンスがついてくるのかっていうところと、どのスペースが開くっていうのが多分分かった上でのランニングなので、本当にすごい連動してるわけですね、そこがね、ということはこの高い守備意識から攻撃へっていうのも、うん、テゲバとしても浸透してきている。そうですね、ここ数試合本当にシュート数も多いですし、うん、こういう一人で打開するんじゃなくて複数の人数で関わってのシュートまで行くシーンが増えてきているので、うん、本当に楽しみです。あとはネットを揺らすだけ、そこです、本当もうそこだけですね、はい、そこを期待して試合も見ていきましょう、はい。テゲバジャーロ宮崎、次のリーグ戦は6月22日土曜日、ホームでの戦いとなります、うん、午後7時からいちご宮崎新富サッカー場でカマカマーレサヌキと対戦します。なお今シーズンは中学生以下無料となっていますので、スタジアムで直接エールを送りましょう。皆さんもぜひ試合でテゲバジャーロの生の勢いを感じてみてください。今週のキックオフ宮崎ここまでです。さようなら。勢いこのままに、テゲバ勝利、頑張れ。